い、皆さんこんばんは。クインティさんにようこそおいでくださいました。ここから歓迎いたします。今日も賛美を持って始めていきたいと思います。はい、こんばんは。今日はまず最初に君は愛されるためのネタを歌っていきたいと思います。Oh,
1月に菜の花が咲いているんですね。フラワーラインというのがありますけども、太平洋とずっと菜の花がもう何百メートル何キロにわたって咲いているんですね。春が近づいております。真昼のようにを歌っていけたらと思います。私のために、皆さんあなたのために用意されている希望です。そしてまとわりつく疑いを捨てて期待します。主イエスだけに、自分には期待できないですし、誰かさんに期待をしても失望するだけですが、イエス様だけに期待をしていくと失望が、希望が失望に終わりません。そのことが謳われています。一緒に歌っていきましょう。想像したこともないのだ。
望み中にある。見たこともない、聞いたこともない、想像したこともないような、想いを超える豊かな恵み、私のために用意されて、まとわりつく願い捨てて、期待します主イエスだけに、この希望は失望に終わらない、天につながる永遠の喜びなんだ。我が魂よ絶望などするな、全ての望み主にある。まとわりつく、まとわりつく、互い捨てて、期待します主ですだけに、この希望は失望に終わらない、天につながる永遠の喜びなんだ。我が魂よ絶望などするな、全ての望み主にある。この希望は、この希望は失望に終わらない、つながる永遠の喜びなんだ。我が魂よ絶望などするな、全ての望み主にある。全ての望み主にある。しか歌えない賛美もあるんですけども、でも本当に素敵な賛美というのは、落ち込んでいる時、本当にどん底にいる時でもそれを歌うとまた元気になれるという、そういう賛美がたくさんあります。慈しみ深きとかでもそうですし、この主がそばにいるからという曲もその中の一つかなと思います。聖書の神様を信じていて何が違うのかというと、一番どん底で支えてくださる神様の御手があるかないかということですね。世の人は何も信じられない、何も頼ることがない、できない、何を頼ったらいいのか、それはもう土台がない状態ですね。底なしに落ちていく、どこまでも落ち込んで、もう絶望的な状況になります。でもどんなどん底にいても、主が天の父なる神様、私の助けはどこから来るのか、天と地を作られた主から来る、その天と地を作られた主なる神様の御手が私たちのどん底でしっかりと私たちの人生を支えてくださる。そうであれば、やがて涙が喜びの叫びに変えられてまいります。涙をむくに、つまずきから引き上げてください。命の地へ導く、しばみ手を伸ばして、涙をむくに、つまずきから引き上げてください。命の地へ導く、ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、
時さえ寒い日を捨て主がそばにいるから、しばみて転がして涙を拭くにつばずきから引き上げてくださる命の地へ導く、に行くと柵が設けられていて、ここから先に鹿が入れないようにみたいな中で、ニコウキスケとかが咲いていたりします。その柵がないと全部根こそぎなくなってしまうという恐ろしいことがあります。でも鹿のように、谷川の流れを慕う鹿のように、神様を慕い求めながら御言葉を待ち望んでいくと思います。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が盾。
します。天のお父様、今日金曜日の夜を迎えていますが、今週もここまで一日守ってくださったことをありがとうございます。人生にはまさかの坂があります。ある日突然大切な人が大きな病気になっていたり、またある日突然誰かの死が襲いかかってきます。しかし草は枯れ、花は散る、だが神の言葉は常しえに立つと、聖書こそが決して変わらない人生の土台を教えてくださっていること、聖書の御言葉そのものが永遠に変わることのない確かな土台であることを覚えます。どうか私たちが悩みが多い、悲しみが尽きない人生において、何を頼ったらいいかわからない中にあっても、イエス様あなただけを、また聖書の中に記されている神様の一つ一つの約束をしっかりと握りしめて、その御言葉の上に自分の人生を立てていくことができますように導いてください。自分の知恵とか能力とか可能性とか、そういうものではなくて、心を尽くして神様により頼んでいくことができる私たちになりますように導いてください。ヨハネ・マルコが書いたマルコの福音書を読み進めていますが、今日は3回目になります。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。マルコ・ヨハネという人物を皆さんご存知でしょうか。マルコの福音書というのを書いた人です。4つの福音書がありますが、マルコさんが一番早く福音書をまとめることができました。一番若い人でありました。そして最初はパウロ先生からも切り捨てられてしまった人になっております。はい、今日はマルコの福音書の1章の35節から最後のところですね、始まっていきたいと思っておりますが、聖書をお持ちの方ぜひ開いていただけたらと思います。35節から今日に味わっていきたいと思っております。マルコ1章の35節です。こんな言葉が出てきますね。もしかしたら違う訳の聖書を持っていらっしゃるかもしれませんが、比較しながら比べながら読み比べて聞き比べてくださればと思います。新科訳2017で出しますけれども、それぞれの訳で比較してみてください。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたと出ています。蒼天祈祷会なんていうのが教会にあるんですけど、朝早くまだ暗いうちに教会に集まったりしてお祈りをする、そういう教会も韓国にはたくさんあります。日本にはちょっと少ないかもしれません。私がいた愛知県の豊橋という教会では朝6時から、ほぼ毎日蒼天祈祷会がありまして、6時から6時半までお祈りしたり賛美をしてから、出かけているということもあったりしました。イエス様は朝早く、しかもまだ暗い日の出前です。今やっと日の出がですね、だいぶ早くなりつつありますが、まだまだ暗いですね。それですから、なかなかこう寒いマイナスの世界にこの辺も戻っていたりするかもしれません。まだ暗いうちですから、冬場ですととても寒い時でありますが、その時にその時間帯に朝早起きをしてイエス様は寂しいところに出かけていきました。クワイエットタイムとも言われます。静かな、誰にも邪魔されない場所、その時はスマホも切っておくわけです。電源オフにするか、ならないモードにするわけですね。だって祈っている時に邪魔になりますからね、本当に。悪魔って巧みですから、もうあの手この手で邪魔してきます。特に祈り始めると、祈り始めたり伝道し始めたり人が救われてくると、途端にあの手この手でなんかイライラしてきたりとかですね、いろんなことが起こります。でもその時こそ静かなところに行って、誰にも邪魔されずに静かな時間を神様と共に過ごす、それがとても大切なクリスチャンの原動力、生命線になっております。ライフラインです。
イエス様でさえ、イエス様でさえ朝早く起きて何をしていたのか、お祈りしていたんです。お分かりですか。神様であられる方なのに、でも人になられたので、心は燃えていても肉体は弱いのです。いくら心が燃えていてもすぐ疲れてしまって、そしてもうダメだ、私もうちょっと眠くて仕方がないとかですね、もう私ちょっともうダメです、ちょっとしばらく休みます、しばらくちょっと距離を置かせてください、休ませてくださいということになりますが、イエス様は朝早く、忙しい時にこそ朝早く起きて、本当に静かな時間にチャージの時間、充電の時間を持っておられたのであります。最近は皆さんスマートフォン、スマホを持っていらっしゃる方がほとんどだと思いますが、スマートフォンもですね、バッテリー切れたらどうなります。ただの文鎮になりますよね。ただの重たい金属とあのガラスの塊になってし、こんな重たいものを持ち歩いて意味がないわみたいな、スイッチをしても出てこない、電話も受けれないし、ネットも使えないし、音楽も聴けないし、カメラも動かないしみたいなことになります。しかしスマホでさえそうなんですよ。充電切れちゃったら何するんですか。繋いでチャージします、充電します。クリスチャンの生命線です。それが霊的に充電しなければまた元気になれないんです。ある人はかなり器が大きくてですね、かなり無理ができるかもしれません。体力に自信があっても3日間ぐらい寝なくても大丈夫という人がいるかもしれませんが、でも3日ぐらい徹夜したらさすがにもうヘロヘロヘロになるかもしれません。でもイエス様も肉体を持たれていたからこそ、充電する時間、チャージする時間も持っていらっしゃったんです。生身の肉体ですから、本当に疲れたりとか、夜寝れない時もあるでしょうし、悲しすぎてですね、もう心が騒いでしまって仕方がない時もあるでしょう。誰かさんのことが気になって、あるいは人が自分をどう見ているかということに気になって仕方がなくて、またたった一言で夜も眠れなくなって、そういう時にこそ朝早く、なるべく早く起きてみてください。その秘訣は夜早く寝ることですね。ですから私疲れた時はもう9時台に寝ます。もうあのならないようにして、誰かさんがですね、あのもう着きましたとか言っても、そんな気、朝チェックします。でも本当に大切なことは、しっかり寝ないとまた元気になる、動けないんですね。毎日平均時間 2,3 時間とかになってたら、だんだん疲れが溜まっていきますよ。どんな人間でもやっぱりね、夜年に勝てなくなってきます。20歳ぐらいのね、20代30代ぐらいの時はまだ無理ができたかもしれません。徹夜しても大丈夫、24時間働けますみたいな、ドリンク剤とも飲んだ。私の時代はリポビタンデーでしたけど、最近いろんなものが出てますね、エナジードリンク。でもあれはね、一時的になんか元気をかき集めるようなものですから、余計にあと体に負担になりますからね、あのここぞという時にだけ、ね、寝ないと、あれを常習すると非常に危険です。肝臓とかいろんなものがやられていくでしょう。何よりも本当に朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて、お布団の中でもいいんです。まだ誰も起きてない中で目が覚めるときに、その布団の中で、あ、神様今目が覚めましたけれども、おはようございますと言ってですね、イエス様に話しかけながらお祈りをする。そして私は大体ですね、スマホを暗くても見えますからね、あの聖書を開こうとすると暗いところは見えないですよね。でまだ暗いうちにもスマホがですね、ちゃんとバックライトつきますから、聖書を読めるんですよね。あるいはデボーションのいろんなものが。で最近私やっぱり朝一番起きて、まずそのデボーションのアプリを開きます。デイリーブレッドというものですね、おすすめですけども、世界中で用いられているデイリーブレッドというあのアプリがあります。毎日毎日いろんな先生とかいろんな人の体験談、投稿の証が入っていたり、聖書の具体的な分かりやすいお話が短い、本当に数分で読めるその内容です。でそれを読んで、聖書の言葉が一つあって、でいろんな体験談とか、祈りがこんな風に答えられたとか、こんな辛いことがあったとかっていうそのことを見て、そしてそのことを覚えながらお祈りして、でそれを分かち合うためにSNS に発信します。 X と Facebook も毎朝早くデボーションした後、しばらく経ってからですね、その投稿をして、あの分かち合いをします。今日はこんな御言葉を一緒に味わいましょうという形で、イエス様もそれをなさっていました。イエス様それ
イエス様でさえそれをなさっていた。私たちもそういう時間がどうしても必要だと思います。ごそごそと布団の中から起きれなくてもいいんです。寝たままで、うつ伏せになったまま、あるいは仰向けになったままで、神様助けてください。神様、新しい朝を迎えることができてありがとうございます。そしてそこで祈る時間が大切になります。すると、イエス様って忙しい方ですよね。するとシモンとその仲間たち、お弟子さんたちがイエス様の後を追って早速追いかけてきます。そして彼を見つけ、イエス様を見つけ、皆があなたを探していますと、朝っぱらからですねみんながイエス様あなたを探してますよといきなり声をかけていくわけです。イエスは彼らに言われます。38節、さあ近くにある別の町や村へ行こう。イエス様は本当に巡回伝道師をされていたんですね。一つの町だけでなくて、その近くにある別の町や村に行く。杉戸町だけでなくて、宮代に行ったり、白岡に行ったり、久喜に行ったり、春日部に行ったりということですね。さあ近くにある別の村や町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのためにこそ私は出てきたのだからとイエス様はおっしゃいます。イエス様は本当に足を使って、いろんなところに実際に足を運んで、そこにいる人たちに実際に会って、話を聞いて、お祈りしたり、いろんなことをなさっていかれます。伝道はどこを使うか、足を使うということが言われますけど、足を、足腰を使っていくのが伝道であると言われます。こうしてイエス様はガリラヤ全域、ガリラヤ湖の周辺に行ったりですね、ナザレも含めて、カペナウも含めて、ガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。いつの時代にも悪い霊がいます。汚れた霊とか悪霊と言われるものです。下手な占いとか何かですね、変なこう、なんかオカルト的なことをやるとですね、悪霊についてつかれてしまうことがあるかもしれませんが、でもイエス様だけがその悪霊を追い出すことができる力のある方です。イエス様助けてください、この祈りが一番強いです。だってイエス様は最強無敵なんですから。悪霊でさえもイエス様が黙れ出ていけって言ったら出ていかざるを得なくなります。本当に怖い思いをして金縛りに遭うとかね、もう身動き取れないとか、もう怖くて鳥肌立ってしまうようなことがあったとすれば、イエス様助けてくださいっていうこの2つの言葉で、イエス様助けてください、今すぐ、その祈りは必ず聞かれます。イエス様こそ最強無敵な方なんですから、悪魔でさえも、悪霊の親分の悪魔でさえも、サタンでさえもイエス様の許可なくにして何も悪さができません。世の中の映画とかはですね、やたら悪霊とか悪魔が強いようにこう描かれてますが、聖書が語るそのイメージは全然違います。神様が絶対主権を持っています。最強無敵です。三位一体の神様、父なる神様、イエス様、なるイエス様、そして聖霊なる神様、三位一体の神様こそ最強無敵です。この神様が許可をしないと、悪魔も悪霊も何も手出しができません。ヨブ記を読んでみてください。人生の舞台裏で神様と悪魔がいろんな話をしてますので、でここまではやってもいいよ、でもここから先はやっちゃいけないよって言って、神様がちゃんと境界線を設けて、ここまでの試練を与えていいけど、それ以上のことをするな、悪魔に命じます。その範囲の中で限定付きで悪さができるのが悪魔や悪霊です。悪霊を追い出すことができる方なんですね。そして40節から今日中心的に見たいことが出てきます。さてサラトと訳されています。これ昔雷病と訳されていました。新教導訳とかでは重い皮膚病とかっていうふうに訳されているかと思います。今でも雷病って使われている聖書の訳もたくさんあります。岩波訳の聖書も雷病ってそのまま書いてます。ところがですね、新改訳2017は、新改訳聖書はですね、この言葉にかなりこだわりを持っておりまして、後ろのところにこのコメントがついています。聖書の一番最後の地図のちょっと手前のところにですね、ありますけど、ちょっとご紹介します。雷病とか雷病人と訳されていたヘブル語サラートおよびギリシャ語レブラ、レブロスという言葉は第3部に続いて聖書新改訳2017でもザラートと訳出し、その派生語はザラートの人、もの、ザラートに侵された人、ものなどとすることにした。聖書のザラートは皮膚に現れるだけではなく、家の壁とか
服にも衣服にも認められる現象であり、それが厳密に何を意味さしているかは未だに明らかでないからであると言われています。ですからヘブル語の元々のザラートという言葉をそのまま使っています。雷病というのはかなり差別的な響きがありますよね。ハンセン氏病とも言われますけれども、昔は本当に昔も今もですね、かなり隔離されてしまう病気ですよね。全てのことから親からも引き離されてしまう、家族からも引き離されて、恋人からも引き離されて、一人寂しくどこかで本当に天涯孤独で生きなきゃいけないというようなことが強いられる、全ての中でお一人様で生きるしかないというような病気でした。社会的にももう汚れたものとみなされてしまう、それが聖書の言うザラートなんです。ザラートに侵された人がイエス様のもとに来てひざまずいて、これすごいことが起こっています。ザラートの人は聖書が言ってるんですけども、私は汚れています汚れていますと言って、そして一人で宿営の外に出て、そして人に近づいちゃいかんって言うんですね。それほどにすごい厳しい、ある意味神様からも捨てられてしまったかのような、そういう病気というかですね、そういうものだったんです。でもその人がイエス様のもとに来たんです。すごい勇気がいったと思います。お前なんか来るなって言って完全にのけ者にされていた人です。村八分にまさにされていた。いや、もっとひどいですね。もう 100% 完全に排斥されて、もう二度と入ってこれない状況に置かれていた、その人です。精神的なというか心の病の中で時々ですね、鍵のかかったような部屋に入れられてしまうことがあるかもしれませんけれども、もっとひどいです。それが一生出てこれないような状況です。で、誰もお見舞いなんか来ないという状況が続きます。イエスのもとに来てひざまずいて、そして懇願した。もう心の底から願ったんです。こんなお祈りでした。お心一つで、イエス様、あなたのお心一つで私を清くすることがおできになります。そうです、ザーラートというのは全身全霊すべてが汚れている、汚れているという言わなきゃいけないほどの病気でした。だから清められたいということがもうただ一つの願いだったんです。私を清くすることがおできになります、それができる方だと信じて、信仰を持って、だから勇気を持って、もうイエス様しかいない、頼れるのは本当にイエス様しかいない、お医者さんもさじ投げる、本当にお医者さんもお手上げなんです。当時本当に呪われた病気と言われてですね、お医者さんでさえも近づくこともなく、手当てしてくれることもなく、ほっとかれることがほとんどでした。お心一つで私を清くすることがおできになりますと、イエス様にこの人は捨て身で、本当に捨て身でひざまずいてお願いしていた姿があります。それに対して41節をご覧ください。ここにすごい言葉が出てきます。イエスは深く憐れみ。この言葉はですね、私が神学校の卒業論文を書くときに研究したギリシャ語なんですね。スプランクニゾマイという言葉が使われています。スプランクニゾマイ、スプランクナというのが内臓を意味することです。スプランクナというのは腸であったり肝臓であったり腎臓であったり、その五臓であったりですね、それが臓器、内臓をスプランクナと言います、ギリシャ語で。で、その動詞形なんです。スプランクナが揺れ動くというか、イエスは深く憐れみ、それはお腹痛くなるほどに、腸がねじれるほどに、日本的には断腸の思いですよ。本当に腸がねじれて腸が震えるぐらいに痛い、本当に心の底一番深いところでもう何とかしてあげたいっていう、その思いですね。ですから英語でコンパッションという言葉がありますが、それにすごく似ています。コンというのは一緒にという意味です。で、パッションというのは苦しみを一緒にということです。その人の苦しみを一緒に背負い込んで味わう、そういうレベルの憐れみなんです。単に表面から見て、あ、この人かわいそうだねとかっていう、そういうことじゃなくて、日本語の憐れみってすごくなんか上から目線ですけども、でも聖書に言っている深く憐れみっていうのは全然その上から目線ではありません。本当にその人の痛みや苦しみを自分のことのように
背負い込んで引き受けて一緒に苦しむというレベルです。イエス様の腹渡が内臓がもうちぎれるほどに痛かったんです。あの良きサマリア人もその単語が使われています。スプラングリゾナ、どうして時間を割いてお金を割いて労力を割いて関わりを持つことになるのか。それは放っておけなくなるからです。見て見ぬふりが、ふりができないほどにイエス様は本当に本物のコンパッションを持っていらっしゃる方です。あなたの苦しみを一緒に味わってくださるというレベルのそういう憐れみなんです。新約聖書に12回しか使われていません。そしてほぼ全てがイエス様にだけ使われています。特別な言葉です。ギリシャ語にいろんな憐れみの言葉があります。でもこのスプランクリゾナイというこれが一番強い憐れみです。ヘブル語のラハムという言葉がありますが、それも本当に子宮がお腹が痛いというそういう響きの言葉なんですね。イエスは深く憐れみ、本当にその人の苦しみを痛みを悲しみを全部一緒に深く味わってください。ですからとんでもないことをイエス様はするわけです。手を伸ばすんですよ、汚れている人に対して。イエス様アウトローな方です。律法を無視します。汚れたものに触れてはならないと律法も聖書も言ってるんですよ。でもイエス様はあえて律法を破ります。アウトローです。イエスはアウトローな方なんです。もうそういう律法無視、手を伸ばして何ということでしょうか。彼に触ったんですよ。全身溶けてるような腐ってハエがウジが湧いてるようなその皮膚、みんなが汚れているって言って近づくこともしない、完全に世の中からも神様からも見捨てられた人として一人寂しく生きるしかないような状態の人が、それでも勇気を持ってイエス様のもとに来てひざまずいて、もう本当に全身全霊で真剣に切望したんですよ。切に臨んだんです。身を切るようにして、もうイエス様あなたしかいません、お心でもイエス様あなたのお心一つで私を完全に清くすることがおできになります。このツァーラートという呪われたような汚れているというこの病気をあなたはお心一つで清くすることがおできになる方ですと、そういう信仰を持ってイエス様に近づいていったんです。求めなさい、そうすれば与えられますと聖書は語ります。誰であってもです。誰であってもイエス様私を助けてください、イエス様私を憐れんでください、生まれたからには本当に幸せになりたい、生まれてこなかった方が良かったなんて人生もう二度と生きたくない、これ以上だから神様助けてください、イエス様助けてくださいと本当に真剣に切実に祈る、そういう祈りをイエス様は無視なさりません。しっかりと耳を傾けてその祈りに応えてくださいます。求めなさい、そうすれば与えられます。これは聖書の約束です。神様は嘘つかないです。本音と建前を使い分けません。イエス様、求めなさい、そうすれば誰であっても惜しみなく与えるよ。そうなんです。ですからその汚れている海だらけの、もしかしたらおそらくそうですよ、ウジだらけのその体にぐちゃぐちゃしたような体ですよね。もういろんなその体のいろんなその水分がですね、そこからにじみ出てきて肺が舞っていたりとか、そういうことだったと思います。でもイエス様はその汚れているというその体に触ってくださる、手当てしてくださる、手を当ててくださるんです。わかりますか、このイエス様の愛が。本当に自分でさえも呆れ果てることに 薄汚れて、じゃあもう汚れに汚れてどうしようもない、好き勝手にというか分かっていてやめることができずにいろんなものの依存症になって、そして汚れに汚れている、もうこれ以上汚れることができないことになっている人がいるかもしれません。でもイエス様はあなたにも触ってくださいます。あなたに手を伸ばして、あなたの心の一番汚いところに、一番嘘だらけの
一番暗くて汚くて臭い場所に、そこにイエス様は手を置いて手当てしてくださいます。そしてイエス様はそれだけありません。手当てしながら、手を当てながら、私の心だ、清くなれとおっしゃってください。イエス様の言葉は神の言葉ですから力があります。天と地を作られた神様は人となられた方なんですから、イエス様、その言葉には力があります。するとすぐに出ました、マルコの福音書の清は、すぐにの福音書なんです。マルコの福音書はすぐにという言葉がやたら使われます。他の福音書を数回しか使ってないのに、マルコだけがですね40回ぐらい使いますよね。1章だけでもですね、10節そして12節、18節、20節、21節、23節、そして28節、29節、30節、で今日のところは42節、あ、43節、ここまでで11回使われます。わずか1章の43節まで読むと、すでに11回もこのすぐに、すぐに、すぐにという言葉を使われます。まあ、早速という言葉にも訳されていますが、同じ言葉です。すぐにとか早速という言葉を使われます。皆さん、この言葉をせずに求めてませんか？祈ってもすぐに答え来ないこといっぱいありますよね。いつまで待てばいいんですか、神様。私の祈りには答えてくれないんですか。私は汚れているからダメなんですね、答えてくれないんですねと言って祈ることを諦める人がいるかもしれない。詩編にもいっぱいありますよ。主よ、いつまでですか。いつまで待てばいいんですか。もうずっと待ってるけど梨のつぶてですか、神様。答えてくださいよ、立ち上がってくださいよ、天を切り裂いて降りてきてくださいよ。あなたが関わってくださらないと私の人生終わっています。でも大丈夫です。マルコの福音書を読んでください。すぐに、すぐに、すぐにですよ。御心であればすぐに即座に癒すことができます。するとすぐにザーラートが消えたんです。全身、頭から足の先まで満身創痍だったと思います。痒かったり、うずいたり、そしてハンセン病とも似ていますからね。多分あの神経が何も感じない状態になっている状態ですね。ですから加減ができないんですよ。ドアのノブを握ってもですね、どれだけ力を入れても痛くないので、思いっきり握ってしまうとか、ぶつけても痛くないので平気でいろいろぶつけてしまうとか、そういう中で傷つき続けるんですよ、体が。するとすぐにザーラートが消えます。その人は清くなったと記され、これがイエス様です。これがマルコ・ヨハネが語るイエス様の姿です。そしてイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。人目につかないようにということでした。その後もちょっと見てみましょう。その時イエス様が彼に何とおっしゃったのか、44節に出てきます。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物ともしなさい。イエス様はそうおっしゃったんです。これは旧約聖書の立法にかなったことでした。社会的にも完全に復帰することができて、社会的にも完全に受け入れられるために、祭司に見せてその人が清いと宣言すれば、その病気が完全に治ったものだ、もう完全に清いものだと宣言されるわけです。お墨付きになるわけです。それがあって初めて本当に一番良い形で証ができる、社会復帰ができるということで、イエス様は軽はずみに誰かに何も話さないように、ただまっすぐにすぐ行って祭司様に見せなさいと。そして人々の証のためにモーセが命じたものを持って清めの捧げ物をしなさいと、イエス様はそのように命じておられました。ところがあまりに嬉しかったかもしれません、あまりに伝道したくなってしまったからかもしれませんが、イエス様の言うことを聞かなくなってしまいました。自分勝手に先走っていくんです。そういう人多いかもしれません。あまりにも伝道したい、伝道したい、伝道したいと言ってですね、もうイエス様にこうしなさいという指示も受けずに勝手に自分でですね突っ走ってしまう人がいますが、それは良くないことです。ところが彼は出て行って触れ回ります。私はサラートに侵されていました。でもイエスという方が私を
清めてくださったんです、私治ったんですとか言って、もうでかい声で喋りまくってですね、言い広めちゃったんです。そのためにイエス様は大迷惑に言っちゃいました。大迷惑です。イエスはもはや表立って町に入ることができなくなっちゃった。町の外の寂しいところにおられた。イエス様の伝道活動を妨げてしまった、邪魔しちゃったわけです。私たちは伝道熱心のあまり先走って、神様が願ってもないのに御心だとか言ってですね、勝手に何かをやり始めるかもしれません。でもよく注意してください。イエス様のその福音の技を邪魔していることになっているかもしれません。イエス様が寂しいところに行かなきゃいけなくなっちゃった。せっかくイエス様が直接福音を伝えることができていたのに、人々に直接会っていろんな癒しをされていたのに、変な噂が立っちゃって、その病気の癒しとかっていうことだけに目が一目でいっちゃってですね、そしてそのことだけのためにイエス様を利用しようとする人たちがわんさと現れちゃった。でも人って本当に自分勝手なんですよ。病気になった時だけ、困った時だけ神頼みします。でも治っちゃったら喉元過ぎれば暑さを忘れます。病気のために祈ってくださいって祈ります。治った瞬間にケロッと忘れて、神様感謝しますの彼女もないなってですね、勝手に飛び回ってまた遊び回ってるりするかもしれません、ね、かなりいろんな人が何人も癒された事件がありますけど、イエス様のもとに戻ってきてですね、感謝を捧げた人はたった一人しかいなかったとかっていう話もありますよね。私たちは本当に自分勝手ですから、苦しい時だけ神様に一生懸命祈ります。苦しくなくなるとすぐに神様を捨てます。でもぜひ知ってください、不必要な苦しみや痛みを味わわないためにはイエス様の前に出ないということです。先走らないということがどうしても必要です。そうじゃないと邪魔しちゃうんです。せっかくこの人をイエス様が導こうとされているのに、それを邪魔してもっと時間がかかるようにしてしまうんですよ。そういうことがいっぱいあると思いますよ、教会の中に。どうしても私たち先走って、気持ちが先走って待てないですから、すぐにすぐにって思っちゃうんですよ。すぐにしてほしい、すぐにしてほしい、すぐに治してほしい、すぐに痛みを取ってほしい、すぐにこの人を救ってほしい、すぐにこの人を洗礼に導いてほしい。ですからすぐにの福音書ができました。本当に御心であれば即座にすぐに癒すこともできます。でも先走ったらそれを邪魔することになるんです。それをぜひ覚えていきたいと思います。マルコの福音書の一章の最後のところに、そのことがあえてかなりの紙面を割いて書かれているんです。44節45節なんでこんだけの紙面を割いてわざわざこの話が記録されているのか、マルコヨハネがここは外しちゃいけない、この言葉は絶対に大切な、抜かしちゃいけない言葉なんだということが示されて、わざわざかなりの紙面を割いて、限られた巻物なのに書くスペースどんどんなくなるのに、もう取捨選択ですよね。どれを優先順位に載せていくか、全部載せてたらもう全然まとまらないですよ。ありすぎて、イエス様が語られたことなさったことあまりにもありすぎて、世界中の図書館を集めてもできないぐらいに収めきれないものがあります。毎日のその瞬間瞬間の言葉とか、この日何時何分何しましたとかっていう話を全部記録したらですね、とんでもないことになります。無理です。でもあえてその貴重な紙面を割いて、44節45節はかなりの大きなウェイトを置いてこれを書いています。なぜでしょうか。私たちはイエス様が命じることを無視して聞き流して、自分勝手に先走してイエス様の宣教の技を邪魔してしまうということが多々ある。それだけはしてほしくない、まあしょうがないけども、でもなるべくそれしないでねとイエス様もおっしゃっているように思います。イエス様の邪魔をしなければ、もっと速やかに福音が届いて、そして洗礼を受ける方が続々と起こされていくと私は信じております。牧師も変な邪魔をしないようにしたいと思います。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきたとあります。いつも歌っている歌ですが、最後に God bless you という歌を歌っていきます。
ます。週報に毎週書いてあります。週報の表紙のところに、ね、QR コードありますので、そのお持ちの方はぜひチェックしてください。遡って教会に来れなかった時でも、この福音喫茶の動画とか音声とか、また日曜日の礼拝とかですね、賛美とか全部聞けるようにしております。ラブスイートラジオをよろしくお願いします。来られてない方のためにその地図を紹介しております。一番近い駅は東武動物公園の駅になります。東武ストアの方の西口に出ないでください。東口の方に出てですね、そして古利根川沿いに歩いてくると一番近いです。迷わなければ10分ぐらいで来れる距離になっております。古利根川の横のポケットパークというところがありまして、春光記念碑なんていうのがありますけど、そこで入ってくると、一番近道になっております。もう閉まってしまいましたが、蕎麦屋さんとか鶴巻せんべいさんが近くにあります。 JA が横にあったり、神社も横にあったりします。杉戸高校の、通りになっております。はい、以上で福音喫茶を行きたいと思いますが、今日たくさんの方が来てくださってありがとうございます。見てくださる方、来てくださる方もありがとうございます。皆様の上にイエス様の祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。またお会いしましょう。 God bless you.